アビルインはアメリカ合衆国カンザス州ディキンソン郡に位置する都市である。ディキンソン郡の郡庁所在地である。2000年の国勢調査によると総人口は6543人である。茨城県おみたま市と姉妹都市である。アビルインは1857年に設立された。名前は新約聖書から取られており、平原の都市という意味を持っている。 カンザスシティの西にある最も大きな家畜の集積地として、町は急速に発展し、流れ込んだ荒くれ者により、西部で最も荒れた町の一つになった。1871年4月、ワイルド・ビル・ヒコックが保安官になった。しかし、フィルコートの銃撃戦で友人の保安官であるマイク・ウィリアムズを偶然に射殺してしまい、12月に保安官の任務を解かれた。 後の大統領、ドワイト・アイゼンハワーが小学校から高校まで住んでいたことで有名であり、ドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領記念図書館やアイゼンハワーセンターがその功績を伝えている。アイゼンハワーと妻、それに息子の一人がこの地に埋葬されている。アビルインは北緯38度55分11秒、整形97度13分2秒に位置している。 アメリカ合衆国統計局の調査によると10.7平方キロメートルを占め10.7平方キロメートルが陸である。2000年の国勢調査によると6543人が住んでおり2836の世帯1772の家族が住んでいる。人口密度は611.7人平方キロメートルである。三千百四件の住居があり。 290.2件、平方キロメートルである。人口の95.52%が、白人1.01%が、黒人0.52%が、インディアン0.38%が、アジア系0.00%が、ハワイやグアムなどの太平洋の島々からの移民0.96%が、その他の民族や人種1.60%が2つ。 以上の民族や人種を親に持ち2.72%がヒスパニック系である。2836世帯のうち29.0%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、50.5%は夫婦で生活している。9.0%は未婚の女性が接待種であり、37.5%は家族以外の住人と同居している。 34.2%は独身の居住者が住んでおり、17.2%は65歳以上で独身である。一世帯の平均人数は2.27人であり、家庭の場合は2.90人である。人口の24.7%が18歳未満で、7.0%が18歳から24歳、26.5%が25歳から44歳。 21.7%が45歳から64歳、20.0%が65歳以上である。平均年齢は40歳である。女性100人に対し、89.2人が男性である。18歳以上の女性100人に対し、85.4人が18歳以上の男性である。1世帯の平均年収は33,778ドルであり。 家庭の場合は46,052ドルである。男性の平均収入が31,971ドルであるのに対し、女性は17,361ドルである。住民1人あたりの収入は17,356ドルであり、人口の7.3%、4.8%の家庭が貧困線以下にある。18歳未満の7.2%、 65歳以上の14.9%が貧困線以下にある。ありがとうございます。